来てそうそういきなり今日呼ばれて今日呼ばれて、いや例えばあのソーシャルメディアの中の意見とかツイッターとかフェイスブックとか使ってないんですか？いやあのツイッターはちょこっとやってたんですけどちょっと全然つぶやいてないですね。フェイスブックはもうちょっと動向を見てますいやまああの、まあ、NPO センターとかで言ったら皆さんの動きをこう知りたいんですけど、あの一人であのいろいろ何役もできないの で、まあ、こういうネットワーク事業も、やってるっていうのはあの春先は覚えてたけど途中ずっと抜けちゃって飯田さんがちょこちょこ聞くだけで、そしたらもうすごいこういう成果が出てたので、まあもう今日来てびっくりっていう状態で、だからまあ僕らの役割としてもっともっと今のところでこうつなげていくっていうことはまあ仕事ではあるけど、やっぱさっき言った通りこうどこでどういう動きを僕らもつかみにいかんといかんので、そこら辺でちょっといろいろ今からまたどんどんこういうのでも勉強するといかんなっていうふうな感じで思ってます。あんまり答えないじゃないですか。いやあの昨日全く同じ意見が出て、その防災系でその県社協の村野さんのと会議に僕も出てたんですけど、村野さんのところも手詰まり感があるんですよ。で村野さんも山下さんもその一生懸命中間支援的な形で動いてるんですけど、やっぱりこうどうしてもこう何か事業集中しちゃうと他のことを目に行き届かなかったり、時間も制約されてるから全てはやっぱり行き届かないですよね。でやっぱりそういう議論をしてた時に昨日地震が来て、でもう早速 Facebook でその東北系の地震の、あの Facebook のかなり出てますよね。で阪神の時よりか情報がすごく行き渡るんじゃないですか。いやかなり早い、かなり浸透してるなっていうふうには思うんですよね。そういう意味ではやり、そうですね、すごい早いですね、情報がなっていうふうには感じてますね、僕も。今だからボランティア、被災がボランティアを募集してるけど、その情報をボランティアの人に渡すのにかなりあのちゃんとした情報がいくんだろうなっていうふうに思いますよね、それを使って。そこら辺の機能をちょっと充実しないといけないんですけど、何せちょっと言わないのがありすぎて、まあその急にはいかないと思うんですけど、まああのそれを何回もこう失敗を繰り返すことで少し前に進んできてるなとは思うんですよ。4、5年前はそのブログを使って何かできないかなってみんな試行錯誤したんだけど、やっぱり限界があって、であのいろんなツイッターとかフェイスブック出てきて、でまたユーストリームが出てきてっていうことで、かなり変わってはくるとは思うんですよね。そういった意味ではすごく、もともと向こうでつながるつながらないっていうのがあるからですね、県内とか、そこら辺私も本当になんかちゃんとしたこうセンターがあって、そこで来たら情報が集まるみたいなのがこうできると本当はいいね。ただ予想を超えてる範囲だから大変ですよね。まあ、実際は今回はちょっとすごいですよね。昨日帰れるなと思ったら、柳原でちょっと仕事があって集まりがあって、そこにいて、で終わったらすごい行政の人が大変大変っていう話してて、言いつつもちょっと交流会がセッティングされてたんで、そこにはいかんといかんで、ちょっとして失礼したんですけど、もう JR 行ったのも全然ダメで、どうしようかなみたいな。どうやって帰っていったの？それも面白くて、一緒に行ってた人が、まあ僕もそうですけど、こっちの方面に友達おらんかなって、あちこち行ったら、その人も友達の友達が迎えに来てくれて、わざわざ置いてもらって送ってくれて、あ、そうなんですか、すごいですね。すごいなと思って、いやもう情報っていうか、そういうのに感謝ですね。なるほど。ちょっと話はそれちゃいましたね。今回の授業で、インディネットさんにこう参加してもらったのってすごくこう行政的にも実は若い人向けの啓発ってすごくあの苦手とするというかなかなか難しい部分なんですよ。うち消費者センターでもあるんで、その消費若い人向けのそういう消費者被害に遭わないような啓発とか、まあ高齢者の方とかっていうのはいろいろまあツールがあるんですよね。そういう場もあるし、若い人向けにどういうふうにそういうそのネットの被害に遭わないようにしようだとかなんとかっていうところはやっぱりみんな頭を悩ませてるし、ということ
女性の三角推進班というところがデート DV とかっていう問題の啓発とかもやってるんですけど、やっぱそういうところってなかなかこう、まあ、行政がこう踏み込むのに結構不得意分野だったりするんですけど、だからこう今回こういう、まあ、若者に強いNPO そうなんかまた特色というか、本当はあの例えばこういうあのなんですかね、まあ、ここのつながりで行政とか他の他団体の NPO さんなんかが一つ そのいわゆる授業をやるっていうことがあった時に、まあ、本当は正式にやっちゃうのは協議会みたいなのを多分作った方がいいと思うんですよね。でその定期的にそのいわゆる会議をやっていくということでもっとこうまとまり意識とかその合意意識が高まると思うんですけど、僕らが今実験的にやってるのが実は例えばこういったそのいわゆるユーストリーム事業とかで、これ結局ここで今放送しますっていうことを実は告知しないといけないんですよ、うん、でそれをツイッター、フェイスブック、ブログで使うんですね、うん、で今日は実はちょっとそれができないですよね、世間的に、うんうんうん、やっぱそのツイッターの中ってまだまだその被災されてる方の連絡もあったりとかするので、そこにまさかこういうのありますからみんな見てねっていうような告知はやっぱちょっとできない。だから今日はこれがもちろんその、今回のやつをいわゆる収録をしてですね、後でそのアーカイブを見れるような形を取り出していく。で、それぞれそのツイッターはツイッター、フェイスブックはフェイスブックのツイッター網がおそらくそれぞれ皆さんお持ちだと思うんです。で、それを結局その協議会を作ることによって、おのおのが要するにその宣伝をツイッター上でしていって、一つのこういうユーストリームのところにドンと集まってくるという、なんかそういう構図ができると非常にやっぱりその候補しやすいですね。で、そこに実は今湯沢さんがおっしゃったように、若年層どうやって取り込むか。で僕らが今実は実験的にやろうとしているのが、ここのこういうこうツイッターでユーストリーム事業を、これを学校の学生の放送部に委託するんですよ。おなるほど。で放送部が実はやれるんですよね。なるほど、うん、なるほど、なるほど。ほんで彼らはその要はこれを今度見せるためにどういうふうにしたらいいかもすでに知ってますので、うん、要は若年層網に要は宣伝をかけるんですね、うん、なるほど、そういうもう彼らを持ってるんです、うん、面白いですね。定年層だから要するにもう結局自分らのテリトリーでずっとこう広げていくんです、うん、なるほど。僕らはおっさんなんかのテリトリーで、うん、なるほど。だからそういういや違う人たちをさっき言った協議会を作ったところに参画させて一緒にやっていく、で候補を委託するとかです、うん、なるほど。そんな効果でいいかな。あ、それはすごいですね。面白いですね。だから実はそのコマーシャル、今コマーシャル制作とかですね、これはまあ個人的なそのいわゆるうちの事業のものなんですけど、事業というか NPO のって一応会社のですね、うん、コマーシャル制作とかこういった、いわゆる IT の部分とかを実は学生に投げるんですよ、うんうん、で正当な、まあ、いわゆるこれ産学連携という形になるかどうか分からんけど、学生にはちゃんと効果が上がれば正当なギャランティーを払います。なるほど。というやり方を今やってますから、コマーシャル作ってもらったりこういう IT の部分を作ってもらったり、彼らは彼らでやっぱすごい優秀なのが僕らにはない発想を全く持ってるのって思ってます。面白いな。素晴らしいと思ってます。だから、まあ、よく言われるのはその学生さんとかが今度 その実はロックノールハイスクールっていうのがその今やった高校生のバンドコンテストは実行部隊、今我々がやってるんですけど、来年度からは実行部隊高校生にしちゃう。実行委員会を高校生で決めてさ、で我々は何するか、金を引っ張ってくる役目に徹するという、うん、だから協賛とかですね、いろんなものを引っ張ってきて、で高校生に渡して実行部隊をここで持つというのが、やっぱりその我々がその学生を集めたいのに啓発をするのにやっぱもうどっか限界あるんですね、うん、先ほど言いましたよ、ね、そのイラクバルにしても外からしか休んでイラクバルない、うんうんうん、学生は中で行くわけですね、うんうん、なるほど。だからそういうのも含めてやっぱり中の人間をやっぱ引っ張っていくっていうのが多分ポイントじゃないかなと思います。面白いな。鋭い。結構環境教育のやつも、うん、その学校の現場っていうのはその今回はその学校のカリキュラムがあるから、それに合わせて意識のある学校の先生もいらっしゃってて、まあそこそこうまくできてるんですけど、やっぱ子供を巻き込むと今日初めてすごい、ね、いいアイデアだなと思って。これがね、一つ参考のために今回の実を言いますと、これいわゆる産学連携を正式に学校側にお申し込みするじゃないですか、ね、そしたら教授がまず前に立つんですよ。そこから教授が学校に倫理を上げていくんで、ものすごい時間かかるんですね、うん、でそれを僕らはサークルと直でやるんです。なるほど。
そしたら倫理上げるとこ何もないんで、そこのサークルの部長がイエスしたらイエスみたいな。それでとにかくもう早くどんどんやっていこう。なるほど。というやり方やってます。まあ素晴らしい。